インドムンバイにあるサレコーベと骨を使用したコーデガーツ注意の標識。海賊機 EU の標準的な有毒物質シンボル。ディレクティブ 67-548EEC の規定ブラジルの特殊警察作戦代替リオデジャネイロ部隊の部隊小ドクロと骨は人間の頭蓋骨と骨を交差させた標識シンボル。ドクロマーク。 頭蓋骨と交差した骨とも呼ばれる。正面に頭蓋骨を設置し、その後ろないし下に大腿骨を交差させたデザインが一般的である。このデザインは中世後期から死の象徴、特に破壊死の記念碑として使用された。現代では一般に死に至る危険、特に有毒物質であることを警告する、ハザードシンボルとして使用される。 ドクロと骨を単純化した図形として考えると、丸と十字の組み合わせである。ユニコードには、この記号を表す U プラス2620ドクロと骨、スカルクロスボーンが実装されている。このシンボルは古代から使用されていたものであり、中世の死の舞踏の象徴として広まった。少なくとも12世紀から、軍旗や気象に、それを表示するものの凶悪さを表すものとして、 使われており、14世紀以降の海賊行為とも関連していた。15世紀になると、このシンボルは今日よく知られた形に発展した。12世紀に発足して1307年に崩壊したテンプル騎士団は、時間帯に属する船舶を特定するために、頭蓋骨の旗を採用した。海賊機のサレコ戸ベと、骨はテンプル騎士団よりも先行する可能性がある。このシンボルは、 多くの墓地、特にスペインの墓地の入り口の模様として使用された。19世紀以降、毒やその他の危険な液体、粉体の容器に表示される警告としても使われている。ほか、18世紀から19世紀にかけて、北欧で作られた十字架でもよく使われている。この十字架は、葬儀の際には棺に置かれた後、個人の家族に与えられた。1829年には、 米国ニューヨーク州において、有害物質容器のすべてにこの標識を取り付けるように義務付けられ、それ以降は世界中で用いられるようになり、様々なデザインが存在する。危険物内視毒薬の標識として一般に用いられており、スカルボーンズのような秘密結社にも利用されている。ブラジルの特殊警察作戦大隊のように、警察や軍組織が紋章として利用している例もある。 ありがとうございます。